ケイ・ダニエル選手、キルを狙いに行くか。いや、アルカディアもこれ、キルを狙っているんですけど、2枚生存。いや、松崎選手がちょっと見たか。いや、今、松崎選手、撃たれましたね。これで敵に位置はバレます。さあ、ダニエルス、これ、一旦後ろに下がるんですが、さあ、車でかなり寄せてきている。さあ、木の裏に隠れて。さあ、ここはでも、スモーキングカフェとしては、1枚も落ちずに戦いたい。いや、おお、松崎を、いいんか。今のはうまかったんだな。いやー、ここはさ、しかし、打ち抜かれてしまいましたが、残っているのは、アルカディア、ネク選手のみという形でバイクに乗って現在、ブッシュを漁りに行ったんじゃないでしょうか。いや、今でも松崎選手抜いたところめちゃくちゃ良かったですね。バイクめっちゃ回転してます。エイムよすぎる。さあ、岩場で一旦弾を防ぐんですが、おっと、いやー、ライオと今一人あれだったね、あのリロードが終わってなかったですね。そうですね。さあ、この銃声を聞きつけたのは大概ちょっと本当だ、ずっと上がろうとするんだね。いや、見てほしいって言ったけど、俺こんなとこ落としたら後で怒られない、サイハーポールドし、ちょっと登れみたいな感じで何回も落ちるんですよね。もう3回ぐらいですね。ただね、もう1回チャレンジ、ちょっと聞いたけど、リズのチームがちょっと見てるんですよね。あ、登れましたね。はいはいはい、なんとかギリギリセーフですね。あ、登れました。多分ディスコナイトはね、危ないところでした。こうやって登るんだよっていうことを教えてたんじゃない、ちょっと見てるかなと。視点の動きから見てたんですけども、まだ岩の上、こちらもちょっと登るの必死ですね今ね。うん、岩登れってなってますね。どっちも登るのに必死になってるの可愛いな。やっちゃいけない。と思ってた。はい、さあ現在このような形で、いやー、エイトがここで落ちます。ただしかし、ここにフロンティアが上がってきました。この六角ストールズが先に取っていたんですが、フロンティア一枚チョコ選手が落とされ、さあなかなか2階には上がりません。さあグレーを投げていく。フロンティアも一枚、おっとストールズがこれ一枚下に降りたように見えたんですが、最後サイファーポールがまた持ってってますね。キル、あ、違うか、今のはキルローダス、レクイムか、レクイムですかね。さあさあ、しかしここに今フロンティアが競り勝ったところだったんですが、暫定2位のサイファーポールきっちり見ていました。この六角を潰しにかかり、全員精度の8キルという結果、サメパイ選手を落としていく。さあ伝説が見せていきます、厚揚げ。さあ青い選手もここで大概を後ろから最後の一発が当たらなくてちょっと手間取ったが、この間にサイファーポールとゲンガー選手、こう CS を光らしてきました。青い選手がダウン。さあ伝説、これは防げるんじゃないか、伝説。そうですね、詰められない限りは大丈夫そうですが、カイザー選手がちょっと近くまで来てるんですよね。なるほど。さあ車の爆破、なんとかここは逃れていく。メアがうまかったんですが、ここ車で引いていく。残ってのはエムリー。いや、そして最後カイザー選手を狙った一手だったんですが、結果的に決めたのはサイファーポール。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、暫定2位でこの KO、 これはサイファーポールとしてはいい滑り出しができたんじゃないですか、デイズ。そうですね。はい、それでは見ていきましょう。延々がね、なんか全員持ってないからっていうので多分違うやつで合わせますって言ってたけど、ハゲで合わせてきましたね。延々のハゲ頭で揃えてる感じですね。だからグラさんは全員じゃないのか。グラさんも全員じゃないんだよね。全員じゃないですね。レクエミがここ一気に鬼人を落としにかかったか。おっと、1枚鬼人の選手、104メートルのまあまあ近めの砂で1枚決めていきます。さあ、怖いですね。レクイナス、これ蘇生成功しそうですね。そうですね。いや、ここ車で引かれたか。いや、1枚決めですね。さあ、ここで接敵ですね。さあ、偽善者が撃ち落とされているのはこれライダーの接敵か。さあ、はい、ここね、落とし、おっと、しかし偽善者もここただではやられない。さあ、ライダーまさけんか選手は今打ち倒されたか。さあ、1枚車抜きか。そしてこれノブコロも危ない状況。さあ、ノブコロもダウン。そうですね。さあ、ただしかし次ここにスモーキングカフェをこの銃声を聞いてやってきています。これなんかあのデイワンと同じような感じですよね。そうですね。丸五郎、さすがにこれは離脱か。ちょっともう仕方がないですね。そうですね、なかったんですか。さあ、偽善者デイワンと同じくこの下側にポジション取って狙っていたんですが、逆にライダーもここに詰めてきてしまっていたという形で、さあライダーも2枚ダウンをもらいながらも、そうですね、頑張ってますね。車の蘇生、ダブル蘇生してるんですけど、ここはなかなか蘇生できないという形で、さあガスダメージもちょっとずつ食らっていきましたが、さあそして第2アンジェが決まってきました。さあロール選手は決めていく。ナイスなリーンをかましていきました。タク選手がサイファーポールにスノー選手に確定を持っていかれます。ただトトちゃんがこうサイファーポール1枚決めていく。ここは松崎とロー選手ワンオンワンか。さあここは積極的に進めていきます。松崎選手一瞬見えた。じゃあロー選手先にダメージは食らいましたが、威力持たない。これいやー、お互いに松崎は毒ガスパラドックスにやられたのがロー選手ですね。さあこれで残り6パーティーという形、非常に接点5対1ですね。さあ、はい、蓬莱ですね。ある時ない時
ないときだめろ。もう関西人しかこれ分かんないんだよ。さあ、ライリオットがここでパラドックスに落とされると結果、グレで落ちたと思ったら久保ですね。さあ、これでパラドックスが13キル全員生存、そして、ホオズキが5キルの全員生存。さあ、アンチはホオズキ寄りですけど、パラドックス回ってますね。そうですね。さあ、行くんじゃないか。ホオズキはね、なんかリーグ戦慣れしてないという話もあったんで、パラドックス乗り出しつけて突っ込んでますね。いやー、ここでホオズキが一気に2枚。勢いが、いや、パラドックスここは詰めていく。さあ、アイス選手、いやー、敵がどこにいるか見えなかったか、アイス選手。最後、いや、今パラドックスの勢いがエグかったっすね、本当に。いや、この辺りがやっぱり旧マップのね、経験が多いチームはよく分かってたかもしれません。車で乗り出し、もう一気に決めに行きました。パラドックスが2戦目 KO を決めていくという結果になりました。おめでとうございます。宇奈選手が個人8キルですね。なるほど。はい、見ていきます。分かんないよね。分かんないです。あ、サンベパイがなんとか体力ギリギリの状態で逃げ切ったんですが、さあ、ここにはグレを投げてなかった。さあ、ここでチャポ選手が今カバーを入れたんですが、いや、これライダー厳しいか。いや、タイガーアイボ残り2枚生存まで落ちていますが、さあ、ライダーも削れている。どっちが競り勝つか。さあ、ライダー降りてきた。ここを狙ったらチャポ選手、最後決めたのはライダー。いやー、豊の町の接敵、ここでライダー弾はもらってましたが、2枚蘇生成功すれば4枚生存という形。豊の町の選手、さあ、自転車この3戦目勝負をかけています。しかも現在暫定1位のサイファーポリに対して接敵を積極的に仕掛けていく黒ゴロ。ただこれブレッカー、あ、目的かな。じゃあスノー選手打ち込んでいきますが、あ、大丈夫か。マルコロの体力がもう見えないぐらいのミニのところ、これぶつけたら終わりですね。ぶつけたら終わりですね。いや、一旦回復しましたね。いや、ここでロルゴロが落としたか。ロルゴロが落としたところ、クロゴロが確定キルを入れてきました。いや、これはでも偽善者としても順位狙い来てますね。そうですね。他のチームもやっぱりこれサイファーポールが今落ちてくる。あ、なるほど。びっくりした。今ちょうど画面から目離して、今画面見たらのライオットがカメラ目線でしたね。めっちゃ目キラ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 してた今。あ、同じとこ見てたの。さすがね、よう見てたね、こんなとこ。たまたま見てたんですけど、ただ鬼人のさっき残された選手とライオットワンブーワンの形ですね今。さあ、今のこの肌、ライオットが勝つ。これ隠れんぼしてるだけじゃないというところを見せてくれたライオット。いっちりキルを重ねていきます。そしてこうスモーキーカブとホオズキか。ライオット、これあれですね、6月で思うんですね。なるほど。さあ、天音選手が落ち、ハイメロディ選手粘っているんですが、さあ、ここはタク選手が落として、ただ後ろからこれ偽善者が来ていたので、さあ、このままスモーキングカフェは落ちたか。そしてホオズキも残っているのはディンでなければですよね、ここね。はい、そうなんですよね。さあ、メアカイチがレクイエムを1枚落として、これでレクイエムが入りたいか。偽善者も入ってきましたか。これさあ、ここ入ってきたとこは CC、 あ、 CC。さあ、ちょうどこの車が燃えたところで CC 落ちますが、マルゴロ、いや、これレウゴロも、あっ、もうどんどんダウンしてませんか、これ。そうですね、ちょっと今もったいなかったから4枚一気にダウン、いや、3枚か、3枚ですね。ちょっと取った位置があんまり良くなかったね、これ。まあ、ここしかもう取れなかったかもしれません。まあ、CC がいたところにしかもグレが足りましたからね。あ、これで偽善者が落ちました。偽善者がここで落ちましたね。さあ、残ったのは蓋を開ければ8が残り1枚。まあ、本当、8が1枚残ってるんですね。さあ、8、しかもバレてますね。これは目上げかな。これはちょっと目上げかもしれません。さあ、目上が今車を出して一気に詰める動き、カイチン選手。さあ、最後は車で引いていく、けっちり決めていった目上が、ここで KO を決めてきました。いやー、最後はやっぱりいいアンチを取っていたというのもあって、まあ、グレでね結構沈めていきましたから良かったですね、最後の戦い方。